テンション高く来た。テンション上げていきまないと。かっこいい。超かっこいい。それそれ。いや、素晴らしい。主役くんちゃんです。くんちゃん、そう、やばいよ。タク偉そうにこの前ルービックキューブやってたけど、フォーシーズンだっけ。そうすごいんだよ、超速いよ。あの、見ないでできんだよね。3分じゃない、もう多分本当すごい、30秒とかできる。やばい。いいんじゃないですか。よしやろうや、じゃあやろう。始めようもう。おかいアップ。今日タクと勝負だ。やろう。もともと APA というアメリカンプールプレイヤーズアソシエーションという、アメリカにあるチーム対抗のアマチュアリーグがありまして、それの日本支部ということ で5人対5人のチーム対抗戦なんですが、まあ、一応1チーム8人まで所属できて、1試合ごとに5人と5人の対戦をしていって、リーグ戦として競っていくというリーグになります。春夏秋と3シーズンリーグ戦が毎週のように行われます。複数チームがあるリーグ戦で1位になると、我々の場合は KTC と呼ばれる東京エリアのトーナメント、関東エリアのトーナメントかにの参加権を獲得することができます。 KTC のトーナメントで優勝、準優勝までだったかな、ちょっとその辺怪しいですが、入賞すると日本代表として、本場ラスベガスで行われる全米トーナメントに日本代表として参加することができるようになります。エリアとしては台東荒川ディビジョンということで、試合が始まっております。このディビジョンはですね、全6チームということで、6チームのうち、3チームがアルビスから出ているチームで、そのうちの1チームがタックのところこチャンネルチームということになります。 JPA の対戦の点数の仕組みなんですけども、9ボールで1から8が1個1点、9番だけが2点というところで、自分のスキルレベルに合わせた持ち点を相手より先に、獲得した方が勝利ということになります。チームごとの、点数の換算としてはこちらの表のようになっておりまして、まあ、パッと見少しとっつきづらい感じなんですが、5人対5人で5試合やるわけなんですけども、1試合あたり20点の得点が動くことになります。一番下の勝者ポイント敗者ポイントっていうところで、20対0から12対8までの間で、獲得した点数によって点数が分かれます。僕の場合8ですので、僕が、0点から13点の獲得しかできなかった場合は、敗者ポイントとしては0点しか取れなくて相手に20点入ってしまうということになりますね。今日初戦です、はい、楽しくやりましょう。お願いします。はいはい、先攻後攻のじゃんけんをとりあえずお願いしましょう。はい、行きましょう。今はもうエース、ここで決まるからね、本当に。今シーズン。はい、行こうでしょ。
お、勝った勝った勝ったこれね、じゃんけん勝つとなんかいいことある。じゃあ先、うちら先行取ろう。じゃあ先行で、じゃあ先行取る、先行。よし、じゃあ誰が行くのかな、かな、うちの先行はたっくんだ、たっくんだ。さあ誰だ誰だ、はい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 、ちょっと考えて、いや2番手、2番手そちらかい。やろうやろうやろうじゃないか、やろうじゃないか。はい、ここ うちらやりますよ。本当ですか、ここ誰かスコアラ、スコアラ、あざーす、あざーす。バンキングでかいよね。おい、オサムジャパン全部ブレイクだよ。血も涙もないよこれ。2022年スプリング、タイと荒川デビジョン、何オサムジャパン対タックンクロコチャンネル開幕戦始まります。それではブレイク用意。もうダメだ、もう俺のタイミングでブレイクだ。よし、ブレイクナイス、皆さん頑張りましょう、このシーズンも楽しくやりましょう。イエーイ、なんで初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか。いや、ガチガチです。ガチガチですか。もう手がくがくですよ。よく入れてましたよ。ありがとうございます。今後とも頑張ってください。関さんのタイムはちょっとね外しちゃいましたけど、はい、あの人のタイムダメだね。もう2戦2敗だからね。選手交代した方がいい。それでも外しちゃってました。頑張ります。おめでとうございます。人気チャンネル紹介惜しい。いいよいいよいいよ。いいよいいよ。まあ、散々隠してきたやつが何を言ってんだ。負けましたね。誰のせいですか。関さん。間違いないですね。修行してくるとか、うちのチームのエースという存在のようですけれども、はい、頑張ります。次頑張ります。次は絶対に取っていただける。じゃあうちのチームが負けてしまうので、はい、お疲れ様でした。ナイスショップ。素敵。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうさん勝ちました。どうですか。勝ちましたね。接戦でした。ちょっとしんどかった。ストロークが完璧ですよ。いや本当です。綺麗なストロークで僕も頑張りました。頑張りましたね。必死でしたね。僕ら頑張りました。最後ありがとうございます。ステーキがどうでした。どうでした。負けましたよ。負けました。知ってるでしょ。知ってます。見てたでしょ。あの、なんですか。会計係お願いします。はい、仕事してください。わ、どうでした、たっくんは。いや、勝てて嬉しいですね。はい。いくつで勝ったんですか。十何？いくつだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おさむジャパンの目標は達成できました。さすがです。ちゃんとね、撮影したところでね。撮影したところでタックが投げるところを撮りたかった。しっかりと。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。まあ、終始タック怖かったね、顔ね。怖かった。何も話してない。怖かったね。楽しかったね。最近そういうスイッチを利用してんの。スイッチをね、はい。スイッチをね。スイッチ入れないと。試合用。なんか言い訳にしか聞こえないよ。今日は、はい、おさむジャパン対たっくんくろこチャンネル、はい、結果、はい、たっくんくろこチャンネル59、おさむジャパン41です。はい、イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って優勝を目指してください。ありがとうございます。なんていい人なんだ。なんていい人なんだ。僕たちは優勝してるんで。高みの見物だ、あれは。まあ一緒に行きましょうね、ラスベガス。行ったら楽しいよ。みんなで行きましょう。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。他のチームもタックには負けたくない、負けたくないっていうチームがいっぱいいる。本当ですか。それしか聞かない。僕いない方が勝てるじゃん。いや、そういうわけじゃない。スターだから、うちの。今日はね、タックンがね、そう、JPA の洗礼を受けてくれてよかった。そうだね。こういった方で困ったよね。今回シーズンが始まって最初の試合の結果はこちらになります。たっくんくろこチャンネルは59点獲得で、現在順位が3位となってますね。1位の75点は相当すごいので、今後得点を重ねていって、まあ、直接対決では確実に勝っていかないと1位は目指せないということになります。JPA の模様及び試合映像は今後、チャンネルのメンバーシップ限定動画として、公開していこうと思ってますので、ぜひご興味ある方、また、我々の JPA チームを応援してくださる方はメンバーシップの登録の方よろしくお願いいたします。